今後ですね、メンテナンスに関しての動画も上げたいなというふうには思っています。難しいですね。ホコリがついたりね、水滴がついた時に本当に柔らかい表面を傷つけないようなものでこう押し当てるように拭いていただくとか、払っていただくっていう程度。やっていただきたくないのは市販の仕上げ剤っていうんですかね、ケア用品っていうのを一切使ってほしくない。それを使うことによって逆に曇りであるとか油分が入りすぎて発火する原因になったりするんです。だからもしそういうメンテナンスをご希望の方はね、非常にお安い値段で私どもアフターフォローしてるんで、お問い合わせの方からですね、例えば仕上げ直し、その際に修理のご依頼とかね、そういうことをご依頼いただく、それが一番いいかなというふうには思っています。デッドストックっていうのは昔から池田工業が使ってた素材で、それがたまたま倉庫で眠ってたやつを掘り起こして皆さんにご紹介してる、そういう革なんですよね。その当時の黒子を染色する技術、その方法っていうのは今とはやっぱりちょっと違うんですよね。そうすると同じ黒に染めても見た目は同じように見えるかもしれないけど、やっぱり風合いが違ったりとか、見た感じのツヤ感が感覚的にですよ、少し違うんですよ。でこれは言葉ではよく説明できないです。ただどちらもいいものには間違いなくて、どちらを買っていただいても満足していただけると思います。だからデッドストックにはデッドストックの本当にいい味があって、今のマットの黒、それはそれで今の技術の粋を詰め込んだものなので、その良さがあると。これはもう本当にお客様の主観で選んでいただくしかない。どちらもいいものであるというのは間違いないというふうには思います。例えばジーンズでもそうだし、スニーカーでもそうなんですけど、要はその当時のそれが一番好きっていう趣向の方と、最新のこれが好きっていう方に分かれると思うんです。そういうふうに自分の好みで選んでいただければ僕はいいんじゃないかなと、それも楽しみかなというふうに思いますね。本当顎ってすごく今皆さん人気があって、本当にこれ見ていただいたら分かるんですけど、顎って1枚に1個しかないんですよね。すんごい貴重なんですよ。でその中でまた色グリーンということなんですけど、もう一つやっぱり問題があって、顎財布をホールカットで取ろうと思うとね、ここにあるような黒子の大きさではもう全然入らないんです。顎は小さすぎるんですよね。以前の動画でもご紹介したような、横幅が70センチ80センチ、長さもね2メーター3メーターあるような大きい黒子からたった1個しか取れないんですよ。でも緑のクロコダイルを今手に入れたものがありましてね、もしかしたら顎財布が数本取れるかもしれないです。それがもしね販売することができるようになったら、おそらく YouTube でまた限定販売すると思うんで、ちょっと狙って買っていただければなというふうに思ってます。これは多分あれですかね、外側が緑のパイソンっていうパターンですかね、多分そうだと思うんですけど、現状ですね緑のパイソンが池田工芸にはないので、ちょっと探してみます。緑っていうのはすごく人気のある色なんで、クロコにしてもパイソンにしても今後の展開で考えているのでね、とりあえず一回ちょっと探してみようかなというふうには思ってます。クロコだったら、もともとあるツヤクロコのブライトグリーンというお色もありますよね。あれをお使いすると外側緑になりますし、マットクロコ、要はシルククロコだと、ちょっと今開発しているもの、それから見つけたものですね、そういうもので対応可能になるかもしれないので、ご期待かなというふうには思います。カスタムオーダー、もしくはもうこういうものをもう一から作ってくれっていうフルオーダーのお客様っていうのは、実は工場来られます。その際はね、お電話いただければ私がね直接対応させていただくんで、私がいる時限りですけれども来ていただくことは可能なので、それはまたご連絡いただければなと思います。実際沖縄も来られたし、北海道も来られましたね。日本全国から旅行を絡めたり仕事を絡めたりして来られる方がいらっしゃるので、あまりかしこまらず遊びに来る感覚でね、お気軽に言わせていただければ対応させていただこうかなと思うので、また連絡ください。たくさんのコメントとかね、ご意見とかいただいてて、僕もすごくいつも楽しみにしてます。そういうお言葉からいただいた商品開発を一緒にすること、本当に楽しみにしてます。すごくこう励みもなってるし、いいものを作ろうという意気込みにあふれてるので、
皆さんの声とともに一緒に作り上げていく、そういう製品がね出来上がったらまず皆さんに見ていただこうと思ってますので、楽しみに待っておいていただければ非常にありがたいと思います。今後ともねたくさんのご意見とかご提案をねコメントを通していただけるとねすごく嬉しいかなと思ってます。今後もたくさん YouTube の動画を上げていくんで、ご視聴よろしくお願いします。それから池田工芸の製品をね詳しく知りたい方には URL 貼ってますのでね、そちらから見ていただいて、またコメントいただければなというふうに思ってます。